自民党下村博文が謝罪、LGBT 法案見送り合意で、自民党の下村政調会長が LGBT 法案について、自民党と立憲民主党の国対委員長が話し合い、今国会に提出しないことを決めたと説明したことについて、事実と違った、また聞きしたことを事実のように話してしまったと謝罪し、発言を訂正いたしました。ただ、 この法案の見送りは現時点で確定事項となっておりますが、日本においては、立法事実が、法律が必要だという事実が不足している中で、人権関連の法律を作った結果、国民の人権が、自由が制限されているという重大な問題が生じており、例えば、ヘイトスピーチ規制法によって、 さまざまな犯罪が誘発されたり。自治体が暴走して、国民の人権を自由を制限してしまっているという。明白な事実がございます。このような法律は。法律がなければ。国民の。人権が。著しく侵害されてしまうのみ。 必要なものであり法律を作ることになれば、その法律が原因で国民の自由が当然制限されることになりますので、自民党にはこういった法案については、今後も非常に慎重に扱っていただき、既存のヘイトスピーチ規制法についても、廃止を含め抜本的な 見直しを行っていただいて、まずは国民の皆様の自由と人権を十分守ることができるように、法整備を進めていただくよう、お願いします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました